はい、今回もドラクエワークやっていきたいと思います。強敵デス・アンドレアルの心が S4 つ揃いました。 S4 つ揃うまでに要した討伐数であったり各ランクの心のドロップ数などを見ていこうと思います。はい、こちらの画面がですね、私のデス・アンドレアルのモンスター図鑑の画面ですね。で、まあ、S が4つようやく揃ったところなんですけれど、はい、倒した数が、はい、ちょっと見にくいですけど789なんですね。で、デス・アンドレアルは、3匹一回出てきますので、まあ、討伐数としてはですね、それを3で割って263回ということになります。でですね、まあ、ドロップした心の数がですね、ゲットした心の数が、73ということで、まあ、だいたい4回に1回以下ですね。だから、まあ、3、4回に1回の、まあ、割合で、心のドロップがあるのかなと思います。でですね、この前回のですね、はい、エビルプリーストをですね、の時よりもですね、ドロップ率が、まあ、戻ったなという感じですね。私の、まあ、いくつか前の動画でですね、エビルプリーストの心 S4 つ揃えるまでに、の討伐数であったり、心のドロップ数などを見たんですけれど、それはですね、はい、500回ほど戦って、ドロップがね、110回ぐらいだったんですよね。ということで、まあ、5回に1回ぐらいの割合だったんですけど、はい、今回のデス・アンドレアルはね、なんとなく、以前のね、強敵のドロップ率に、ま、戻ってきたかなと、はい。まあ、強敵エビル・プリーストが、かなりね、まあ、ドロップがね、渋かったんだろうなと、はい、思います。はい。ということでですね、まあ、とりあえずこんな感じですね。今回は直 S が3つですね、あって、まあ、そういう意味ではね、結構、運もあったかなと思います。で、それ以降ですね、A が6個、B が8個、C が14、D が42という感じですね。ちょっとね、工房の方に、行ってみようと思います。はい。まあ、今回はですね、あと B が1個で S4 つ揃うっていうところでですね、はい、直 S が来て、かなりね、余った形になります。はい。で、これがですね、私の工房のね、一応心グレードアップ画面でですね、上にあるのがデス・アンドレアルの心、ね、直 S の3つ、黒いのがね、直 S の3つになります。で、その下に、まあ、A が6個あります。ということで、まあ、この A をですね、これ、今からグレードアップしてみようと思います。はい。というわけで、グレードアップをしております。はい。ということで、ちょっと見ていきましょう。グレードアップされて S になった心ですね。はい、コストが132ですね。まあ、黄色の心ということですね。で、最大 HP が141で、まあ、これはね、ハイレベルですよね。で、力が66と、まあ、ちょっと物足りないかな。で、身の守り102、こっちはね、十分ですね。まあ、後のステータスはちょっと平凡以下かなというところですね。ということで、まあ、スキルの斬撃ダメージプラス 3%、デインの斬撃対義ダメージプラス 5%、ドラゴン系のダメージプラス 5%、ターン開始時に HP10 回復ということで、まあ、ちょっとね、使いどころとしては難しいのかな。まあ、ただ耐久性はあるので、まあそうですね。まあ壁役というか、まあゴッドハンド、パラディンあたりには使う機会も、まあ、ないことはないのかなと、はい、思います。はい。ということでですね、まあ、今回は、はい、強敵デス・アンドレアルの心ね、S4 つ揃ったので、まあ、そのね、報告でございました。1個前の強敵エビル・プリーストとはね、だいぶドロップ率がまあ違うというのもちょっと特徴的だったかなと思います。まあ、皆さんのね、体感の方もですね、まあ、いろいろと、お教えいただければと思います。はい、この一つ前の強敵エビルプリーストよりはもうかなりね、ドロップ率が良かったし、まあ集まりやすかったとは思いますけど、まあ皆さんはいかがでしょうか。ということでですね。はい。まあ今回は、はい、以上になります。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！